もし、〇〇だったらと想像したことはありませんか？そんな日常の一コマを、あやはやたちに内緒で仕掛けていきます。今回は、こんにちは。こんにちは。今日はどう？いい匂いする？うん。うなぎのいい匂いがするかと思いますが、うなぎを用意しました。今日は3つ用意しました。3つ？ただし、この中で本物のうなぎは1つだけです。1つ？はい。どれかを当ててもらいます。開けていい？開けたらあかんってお口だけ開けて。そうそうそう、お口を開けてあれします。はい、今から1番お口の中入れます。ガッツリ噛めな。はい、くちゃくちゃ。あー、2つ目、2番目いきます。はい、分かった。はい、2番目も分かりました。2番目、2番目美味しい。うん、なるほど。でもこれは違うね。3番目。はい、3番目です。あ、分かった。はい、じゃあ目隠し外してください。答えが分かりました。せーので答えの方お願いします。せーの。3番。3番やった。ちなみに3つの中でどれが一番好き？1番、2番。1番、2番が好き？うなぎの方はちょっとね。なるほど。はい、ありがとうございました。はい、ハヤトさん。はい。こんにちは。こんにちは。これ見ようとしてる前だから。はい、顔まっすぐ向けて。残念けど机の上にないんだな。うん。今日は、ハヤトくん、うん、何の日ですか？わからん。うなぎ。はい、おお、土用の丑の日です。はい、ということで、うなぎを用意しました。いい。ただし、偽物を含めて3つ用意しました。え、わからん。はやとくんに食べてもらうので、番号を答えてください。はい。分かった？じゃあまず1つ目からいきます。1つ目、あーん。はい、口閉じてもぐもぐいてよ。ん？ん？ん？うまっ。美味しいか？美味しいんだ。はい、じゃあ2つ目いきます。あ、かたい。一応ほら、お茶あるよ、お茶。これ絶対偽物や。はい、じゃあ何かな、最後いきます。はい、3つ目いきます。マスク外してください。はい、1、2、3、 3つ食べましたが、どの番号のがうなぎだと思いますか？1。1がうなぎ？うん。そっか。で、ちなみにどれが一番美味しかった？1番。おお、なるほど。じゃあここであやさん登場。はい。はい、お疲れ様でした。はい。実はこれもしもシリーズです。そうそう。ということで、最近うなぎの値段が上がってるので、別のものを食べる時もあるんです。それでママがうなぎを含めて3つセレクトしました。小指立っとるよ。はい、じゃあ答えは、ルル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 ル、3番です。イエーイ。3番だ。ハヤト君1番って言ったね。これ、3番が実は国産、しかも三河産の高いうなぎでした。え、気づかなかった。ハヤト君が美味しいって言ってたら何番だった？1番。あやさんは3番は微妙って言ってて、1番2番が美味しいって言ってた。でも、うなぎは3番って言ってた。なんでかというと、あやさんうなぎ嫌いだから、うなぎはどれか分かるんだけど、うなぎは好きじゃないから3番。
じゃあ、ハヤト君、あやさんが美味しいと言っていた1番じゃん。これどう？どうこれ？なんだと思う？かまぼこ。はい、まあ、要約して言うとかまぼこやね。見えない。パパ食べてみていい？いやいや、ダメダメ。はい、これかまぼこ。本物と違うかな。なんか似てるんだよね、上から見る感じが。ね、ちょっといただきます。なるほど。はい、で、2番。これは美味しいんだけど、あやさん美味しいって言ってたよね。うん。ハヤト君、硬いって言ってた。お肉。お、ピンポーン。味が分かってたよ。お肉。ちょっとお肉です。硬いっていうのは大体お肉しかないんだよ、ハヤトは。なんかね、今ね、お肉のかば焼きみたいなのも流行ってるそうです。改めて見てどう？本物の方がやっぱまだまだ暑い日が続きますが、うなぎを食べて体力をつけましょう。はい、バイバイ、また見てね。うなぎ、うなぎ、うなぎ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。